日もすっかり暮れました。マリーナベイで行われるシンガポールグランプリ、そろそろ予選が始まります。ここはリアタイヤの摩耗が激しいコースの一つですね。経験豊富なドライバーからもそう聞いています。低速で抜けるコーナーが多いとリアに負担がかかります。コーナーの出口を強引に行けば簡単にタイヤがスリップしてしまいます。見る側としてはマシンの限界を楽しめますが、ロングランのペースに影響してしまいますね。予選の興奮がまだ冷めませんが、トップ3を確認しておきましょう。メルセデス、アロンソ、ジェンソン・バトン。予選を終え、あとは決勝を待つばかりとなりました。明日のレースは完全生放送でお届けします。ご期待ください。